お、フラッシュやん、これ。DC コミックスのフラッシュやん。キネティックシールド。お、これ、エリジューブで見たやつ。はい、こんにちは、グリードです。というわけで、今回は突如現れた新作バトロワの早期アクセス版をやっていこうと思います。こちらね、昨日の夜中かな、なんかね、突然ね、エピックストアにて早期アクセス版がリリースされまして、ゲームタイトルオフザグリッドでいいのかな。このゲーム実は発表された時にちょっと話題になったんだよね。まあ、日本はどうだったかな、あの映画の第9地区とかグランツーリフスもね、おなじみのニール・ブロムカンプ監督が開発に参加しているってことで話題になったね、あのサイバーパンク感のあるバトロワですね。僕ね、この監督の映画マジで大好きなんですよ。もうね、エリジウム、第9地区、あとグランツーリスもね、グランツーリスもマジ神映画なんでぜひ見てください。はい、ちょっと脱線しましたけども、まあ、その有名な、ね、映画監督が手掛けているバトロワ、現在は PC 版の早期アクセス版のみで、リリースとしては PS5、Xbox の X と S、そして PC でリリース予定ですね。まあ、リリース日は未定ですと。で、対戦人数150人と、まあ、かなりウォーゾーン、に近いのかな。バトロワだけじゃなくて PVE のストーリー型のミッションを予定してるみたいですね。ディストピアな島を舞台に傭兵たちが戦う企業間戦争を描くと、まあかなりやっぱこの監督らしい、第9地区とかのエリジウムみたいな。ちなみに海外だとトップストリーマーほとんどにあの PR 投げてて、かなりお金はかけてるみたいですね。もう早速ね、忍者のね、あのコラボバンドルみたいなのも売ってますね。まあちょっと早速プレイしていきましょう。なんかこの UI がもうね、あれなんだよね、これウォーゾーンUI がウォーゾーンじゃないか、これ。マッチングしました。あ、そう。このゲームね、ロードアウトがあります。ロードアウトシステム、COD と一緒ですね。ただ、今、レベル1なんで何も設定できないから、このランダムロードアウトっていうおすすめのやつで行きましょう。はい。これは、ウォームアップ。あれですね。ウォーゾーンと全く一緒ですね。はい。これね、待機画面ですよ。待機画面。で、基本的にそう、TPS なので、よいしょ。ADS 等もないと。足 !C ボタンで足のスキルを使うと、めっちゃジャンプできて、少し飛べるって感じかな。Q はなんだ？なんだこれ。これあれですね。左下のさ、体力バー。おそらく白いバーが体力で、青いバーがアーマーだと思うんだけど、これ完全に足よりウォーゾーンと一緒。これ腕のスキルかな？腕から何か？スモークと火炎瓶？はい。ルールとしては現在トリオモードしかないです。はい。兵士はすべて四肢が切断されていて、機械化されていますね。いや、この世界観、やっぱエリジウムみたいなの思い出すな。さあ、硬化していきます。かっこいい。なんか演出もやっぱ結構ウォーゾン、ちょっとウォーゾン味があるな。さあ、始まりましたよ。あ、結構マップ、狭めかな。オッケー、そこに行く？了解？おいー。すごい、もう急降下してる。え、パラシュート？パラシュートはないんだ。そして普通に敵降りてきた。あ、いや、ワンダウン、やった。よし、エネミーダウン。で、あ、これですね、足。この足を拾うことによって、おお入れ替えた。これで足のスキルが使えるようになったと。C ボタン試しに押してみると、ああ、すごい、足速くなってる。あれ、え、足壊れちゃったんだけど。ああ、くっついた。あれか、落下ダメージか。お、フラッシュやん、これ。 DC コミックスのフラッシュやん。おい、出てた。そしてびっくりした。ADS やん。ADS ある。スコープがついてると、ADS モードになるのかな、これ。え、ちょっと待って。普通に立ち上がんないでもらっていいですか？硬いな。で、待って。体力がないし、アーマーもないから。いや、やべえ、死んだ。めっちゃ敵いましたね、ここ。これはあれかな？ウォーゾーンと一緒で、終盤以外は、リスポーンできるよっていうシステムで、ってことでいいのかな、多分。まあ、腕とか足を入れ替えて、スキルをね、変えていくっぽいけど、まあ、結構いろんな種類があるね。僕、なんか、待機画面で使ってたのは、ジャンプだったもんね、足のスキル。で、4番でアーマーを巻く。ウォーゾーンや。
今の武器は ADS なしと。なるほど。あれあれ、忍者スキン、忍者スキン。忍者のスキン買ってるやん。腕。ゴースト。これゴーストってあれ、あれじゃね？透明になるんじゃない？このスキル。Q 押してみようか。透明になった。やっぱりそうだ。ゴーストって透明のことか。足も入れ替えたい。これ足入れ替えてるときめっちゃ無防備やん。何？ちょ、待って。足から空爆出したんだよ、これ。ちょ、待って。足は全部移動系のスキルかと思ってたわ。オッケー、ワンダーワンダー。エネミーダウン。パッキル入れたかな？この辺ちょっと敵多いね、マジで。いた。ちょ、早いって。追いつかん、追いつかん。マップの雰囲気、やっぱ第9地区とかね、エリジウムだよね。あ、なにこれ。え、これロードアウトですか？あ、ロードアウトだ。やった。アサルトライフル AK っぽいのでゲットした。うわ、これエリジウムでさ、エネルギーアサルトライフルあったよね、AK の。なんか、いろんな FPS というかバトロが混ざり合ってる感じがするな、ほんと。だから基本的には、あれね、ウォーゾーンだね。え、これもしかしてあの上行けんのかな？ジャンプ。フックショットで、もう一回。いけるいけるいける。はい。さっきの試合、一瞬で最後やられてしまったので、ちょ、別マッチになります。そうだな、マップが広いからさ、ADS、スコープ付きの武器拾いたいね。お金だね。COD のウォーゾーンと全く一緒で、ショップがあるっぽいんだけど、これね、思った B ボタンで、多分これロードアウト変えるんですよ、こっから。お金が今貯まれば。今2500円しかないから。3900円のランダムロードアウト買えないんだけど。なるほど。ウォーゾーンみたいにショップに行かなくても、その場で、キーを押せばショップにアクセスできるっていうことだよね。あ、これ結構便利だね、だいぶ。足出てきた。この足の取り返しマジで無防備なのかな。あ、いたいたいた。待って、は？え？いたの？ちょ、ノーサウンド。あれ敵だよな。そう、あれ敵だ。オッケー、ワンノック。あ、ダウンしちゃったか。任せた、あとは。ドローン。ドローンプラウンダー。これあれか、ウォーゾーンの、これウォーゾーンと全く一緒か。マップ上にこう、ウォーゾーンみたいにミッションがあるから、それを、クリアすると報酬がもらえるよっていう。あ、あれだ。これはい、壊しました。で、アイテムもらえるよって感じかな。あ、そうだね。やっぱそうだね。え、めっちゃレア武器あるやん。シールド？お？キネティックシールド。お！これ！エリジウムで見たやつ！エリジウムで見たやつやん、これ。一緒やないか。一緒やないか、これ。これ、バウンティーじゃね？あ、待って、やられてるやん。拾った武器、ツインよ。は？シールド。逃げる。ちょっと待って、もう、なんだろうな。なんだろうな。いろいろさ、ちょっと突っ込みたい。一旦感想は、このゲームの感想は、目の前の敵倒してからにしましょうかね。はい。硬い。アクサスまでしちゃおう。殴りかかってきた。はい、このドクロマーク。バウンティーハンター。そうだね、これ。バウンティーだ。ウォーゾーンと全く一緒だ、これ。マップ上にね、黄色い枠が出てくるから、その中にいるバウンティーを倒せば、報酬もらえるよ、みたいなね。ワンダウン。ツーダウン。
やられたか、なんか、やられたのか、これ。あ、でもセルフリバイブ持ってるな、僕。よし、これミサイル撃つぞ。C で、はい、ミサイル開いて、さっきの屋上にミサイル撃つと。ポン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 ！当たってはないか？残念、当たってはない。べっ！判断？いる。ノックダウン。あ、キル入ったね。OKOK。爆殺。いや、うまい。ソロでやってるけど今、なんとかなってる。これね、アーマー撃たれてるとき、自分が撃たれてるとき全然わかんないんだよね。目の前いるけど。いやーダメか、さすがに。あー残念。ちょっと、このゲームの感想を言っていいですか？まあ、まず、まだアーリーアクセスという点も踏まえて、ちょっとね、現状、ゲームとしては、面白くないっすね。いや、申し訳ないけど、はっきり言って、ちょっと面白くない。まだ、かなり微妙かな、まだ。なんかね、アルファ版よりさらに前をやってるような感覚になりますね。いいところは、やっぱ世界観。ね、あの監督が、ね、参加してるってことで、世界観は、やっぱユニークですし、ディストピア感っていうかね、なんかリアルなんだけど、このちょっと気持ち悪い感じ、いい意味で。この独特な SF 感っていうのは好きな人はめちゃめちゃ好きだと思う。ね。で、あと、この、ね、体をさ、四肢をアーマー化してることによってのスキルの入れ替えってのも、まあ他にはない、ね、要素だから、かなりユニークで面白い。ただね、まあ、肝心のゲームプレイ、ゲームとしての完成度は、ちょっとまだ最適化も全然できてなさそうだし、なんだろうな、なんでこう爽快感がないんだよね。敵を倒した時のキルエフェクトもかなり地味だし、あの自分が撃たれてる時、あの分かんないんですよ、撃たれてるかどうかって。なんか気がついたらもう体力ないみたいなことがかなりありましたね。基本のもうバトロアとしてのシステムが完全に COD ウォーゾーンなんですよね。だから、これ FPS 視点で COD の操作感でできたら面白いやろうなって感じるんよな。いや、それってCall of Duty Advanced Warfareじゃねみたいな。まあね、現在 Epic Game Store にて、誰でもね、今プレイできるから、ただね、サーバーはね、US West。にした方がいいかもしれない。アメリカのみにした方がいいかもしれないです。今回キーマウでプレイしましたけど、初めてね、キーマウなのに操作感あんま良くないなって思っちゃったんですよね。だから操作感の改善とキルエフェクトがもっと気持ちいい、爽快感あるものに改善されるとか、自分が撃たれてるかどうか分かりやすくするとか、まあ、かなりその辺を改善するだけでもだいぶちょっと変わってくるのかなとは思いました。ただ現状何とも言えない。何とも言えないですけども、まあ、皆さんね、まあ、誰でも今プレイできるんで、PC 版なら、ぜひプレイしてみてください。はい、というわけで今回は、新作バトロアの、オフ・ザ・グリッドをプレイしていきました。よかったらグッドボタン、よろしくお願いします。バイバイ。